こんにちは、アバンバイクストア須崎です。久しぶりの Q&A をやっていこうかなと思っております。結構動画の、今までの進行だとちょっと分かりづらいのかなと思ったので、動画の、どの投稿に対してどういうふうな質問が来てるかっていうふうなところを、分かりやすくするために、右上のこの上にびっくりマーク出てると思うんですよ。で、そこをクリックしていただけると、どの動画に対してお答えしているのかっていうふうなところが分かりやすくなるように、必ずカードっていうんですけど、この右上のところの、カードを、クリックしていただければ、どういうふうなところでどういうふうな質問が来ているのかっていうふうなところが分かりやすくなるように、今回はカードをつけることにいたしました。では、一個一個お答えしていこうかなと思います。今日は結構見応えあると思いますよ。どうぞ。はい、フレームのフェイスカットをしている動画に、はい、くみちゃん23さんから、はい、いただいたご質問です。はい、ありがとうございます。はじめまして。大変勉強になります。競輪選手がアップしている動画でもフェイスカットは重要だとおっしゃっていました、はい、でもショップではフェイスカットをされない方もおられるようですが、はい、いわゆる手抜き作業になるのですかね。今度ヘッドパーツを組み替えるので見てみようかと思っております。はい、よく、いただく質問かなとは思います。で、皆さん内心こう聞きづらいけれども一回聞いてみたいんじゃないかなっていう風な質問かなと思ったので、今回はピックアップしました。僕たちがお作りするものの中で、ハンドメイドのものっていうのが比較的多いと思うんですよ。で、比較的ハンドメイドが多い中で、ハンドメイドのものっていうのは、もうヘッド、ビーミング、タッピングっていうんですけど、要はネジ切りの部分をネジを立て直したり、フェイスカットって言って、詳しくはこのカードのところを見てくださいね。チューブに対してちゃんと直角に収まりがいいような形で、ピッタッてこうくっつくものっていうのをフェーシングっていう言い方します。で、結構力がかかるところ、ヘッドパーツであったり、BB 周り、ボトムブラケットですね、クランクでいつもこうみんながこう体重を乗せてクランクでこうゴリゴリペダル踏んでるところになるので、それの中心部分ってものすごく負荷がかかるんですよ。大きな力が、自転車の中では結構な大きな力がかかります。で、その中心的な、もうそうですね、コアな部分なんですけれども、そこに、例えば BB でいうところのここにこうクランクがついたとしますよね。もうちょっと書ききれなかったけど、ここが何らかの影響でこういう状態だったら、こういう状態だったら、まあ、すごい極端に書いてますけど、こういう状態だったら結構ここがないとして考えたら、やっぱりちょっとどうかなって思うんですよ。で、力がかかるとやっぱりネジが傷みやすくなったり、クランクの力が 100% の力で、伝わりづらいかなっていう風なところを、これをここまで削り落としてしまおうっていうことをフェーシングって言います。まあ、こことここを、こことここをまっすぐにするってことですね。そうするとクランクもより内側につくような感じになるんですけれども、ここ、まあ、すっごく極端に書いてますよ。ここまで正直削らないですけどね、こんなに曲がっていないので。ただ分かりやすく、こういうふうなことをやって、分かりやすく説明させていただいてるんですけれども、この部分を削るか削らないかっていうふうな部分なんですよ。で、
製造方法の中で、チューブ自体がすごくこう薄いものっていうのはやっぱり変化しやすいんですよね。で変化しやすいのでどうしてもタッピングとリーミングと、フェイシングっていうのは、やった方がいいとされていますし、まあ、もともとやられているものがほとんどです。で、台湾製のものだったりとか既存のブランドさんのものっていうのは生産効率を上げるためにチューブの厚さ自体が違うんですよ。でコンマ8とかもう 0. いくつっていう世界なんですよね。コンマ65、コンマ 4.5 薄いところで、でコンマ 65とか、もうコンマ65のチューブを使っているものと1ミリ 1.2 ミリとかのチューブを使っているものっていうのは、同じこう熱を加えていって溶接していった時にも影響が出やすいものと出づらいものがあるんですよ。なので出づらいものに関してはそこまでセンシティブにならずとも、使っていけるかなっていう風なところだと思います。要はハイエンドのものっていうのは軽さだったり反応の良さみたいなものと、トレードオフになって、どうしてもこう曲がりやすいであったりとか、ケアにすごく、気を使うっていう風な部分がどうしても出てきてしまいます。でそういう部分を考えていくと、まあ、それでも曲がらないような乗り方みたいなものとか、全然使用上に特に問題はないんですよ。問題ないんですけれども軽さを追求するがあまり、過度に追求するとそういうふうなチューブを使ったりする時がたまにあるんですよね。でもう本当に血栓用で、1年間2年間ぐらいしかもう使わないっていうふうなことを前提にお求めになる方だったり、女性の方がお使いになるっていうふうなところだとものすごく薄いチューブを使うことがごくまれにあります。で、そういうチューブを使うっていうふうになるとビルダーもものすごく時間をかけて溶接するんですよ。とかフィレットで、ブレージングするんですよね。なのでものすごくこう工賃的なものも高くなったり、もともと材料もすごく高かったりするので、そのヘッド、リーミング、フェイシング、タッピングっていうのがセットになっていることが多いです。ただ台湾製のものぐらいになってくると 1.2 ミリ圧とか1ミリ圧以上のものを結構使ってて、1.2ミリから 0.8 ミリになって 1.2 ミリとか 1.4 ミリとかっていう風なチューブを使うこと結構あるんですよね。で、そういうチューブに関しては熱の影響がそこまで受けないぐらい精度が整ってるっていう風な言い方をしてもいいのかなと思います。もちろんやった方がいいにはいいです。やらないよりやった方がいいです。でうちの場合だとだいたい3500円から6500円いただいて、ヘッドチューブのリーミングだったりタッピング BB とセットだったりっていう風なところだと、いろいろご料金の設定があるんですけれども、そういうふうなやり方みたいなものが、どうしても、TPO ですよね。やっぱりそこに関して言うと TPO で使い方であったり、例えば通勤で負荷をそんなにかけずにゆっくり乗るんだっていうふうな、でそれを、お使いになって1年したらしっかりとこうメンテナンスして、3年したらじゃあ、そろそろガタガタしてきたから、1回ちょっと背筋を伸ばすじゃないですけれども、オーバーホールして、レストアしたいっていう風なところだったりとか、そういう風な扱いになってくると思うので、最初のうちはそこまで心配しなくてもいいかなと思います。なのでそうですね、まとめとして言えば、TPO で種類が違うものなので、手抜きっていうふうなことでは一概として言えないと思いますので、そのあたりはご判断いただければと思います。はい、そんな感じでいいですか。はい、はい、結構長く喋っちゃった、もう10分じゃん。はい、どうぞ。はい、エアロハンドルの交換の動画にいただいたご質問です。はい、お二人からこの辺にカード出しますね。はい、はい、2人からそれぞれ一
ただいている質問で、はい、ありがとうございます。まず藤井の子さん、藤井の子さん、はい、からいただいたご質問、はい、なんで最初からハンドルがカットされていないんだろうというご質問。それはハンドル、エンビのことか。そうですね、はい、はいはい、あと、エンビのハンドルこうやってカットされてないんですよ、見えるかな、はい、こんな感じになっててカットがされていないんですよね、はい、それがなぜかなっていう、うん、カットラインっていうね、こういう風になったりします。この部分ですね、ここか、はい、カットラインって書いてあります。はい、同じ動画にヒグマさんからいただいたご質問で、はい、いつもありがとうございます。こんにちは。カーボンのハンドルもいろいろだと思いますが、はい、形状以外に衝撃吸収性にも差は出てくると思うのですが、はい、合成では他のメーカーのカーボンハンドルに譲るけど衝撃吸収、つまり疲れにくさではこちらのがいいというメーカーはありますか、はい、それともエンビのような最高峰のものが全てにおいて優れているのでしょうか。いつかの質問の会にでも教えていただけるとありがたいです。なるほど、はい、わかりました。じゃあ、まあちょっとヒグマさんのやつからまずお答えすると、はい、エンビのことからまずご説明すると、エンビのハンドル、まあ、カーボンのハンドルっていう風な類でご説明すると、カーボンのハンドルってワランティーがついてるんですよね。ワランティーって何かってお話しすると、まあ、あの保証のことです。で、結構その保証っていう風な部分でエンビのハンドルはすごく、しっかりケアされてるっていう風な印象です。でそれはあのイーストンであってもエンビであっても、まあ、同じなんですけれども、保証期間みたいなものを設けています。で例えば3年なのか1年なのか5年なのかっていう風なところで、保証を設けているブランドさんっていろいろあって、パーツによっても違うんですよね。でステム、ハンドル、それとホイール、よく使われるもの、フォークで、各々全部、保証の期間っていうのが一律のものもあれば、設定されているのが3年なのかライフタイムワランティーって言って一生ものなのかっていうふうなところがいろいろあったりするんですけれども、その期間中にしっかりと使えるっていうふうなところを、重きを置いて考えていることがほとんどだと思うんですよ。で僕がエンビ使ってていいなって心の底から思ってるのは、アルミとかだとアルミもいいとは思うんですよ。安いしすごくあの使いやすいと思うんですよね。でそういったところから、導入のコストであったり、まず自分の中で、フォームを作るであったりとか、フィッティングする上ですごくこうこのフォームが自分に合ってるかどうかをチェックするっていう風な部分ではアルミニウムを使って一回チェックしてみるのはすごく有効だなと思います。だからアルミって材として、あの材っていうのはあの素材として硬いんですよね。で硬いがゆえにダイレクトに自分に衝撃が返ってくるので結構疲れやすいと言われてるんですよ。1日に1時間とかしか乗らない方であればあんまり感じないかもしれないんですけれども、結構長い時間使うっていう風になってくると疲れやすくなったりするのかなっていう風に僕は思っています。でそこから比べるとカーボンのハンドルっていうのは硬さはしっかりありながらドンっていう衝撃にはすごく吸収があのいい気がするんですよね。で、特になぜエンビは僕が気に入ってるかっていう と、まあ、長い間僕が自分で使っててもう 7,8 年ずっと使ってて、まあ、特に問題ないっていうものがいっぱいあったり、もう10年以上使ってるもの、まあ、エンビじゃなかったですけどその時名前はエッジっていう名前だったんですけど、そういうものを使っててまだ使えてるっていう風な部分だったり、やっぱり安心なんですよね。保証が切れても、使い続けることができるっていう部分ではすごく安心で、まあ、いつか壊れるとは思うんですけれども、まあ、まだ当時のしっかりとした乗り味をキープできてるっていうのは、うん、やっぱりこう
エンビーの凄さかなと思ったりします。でエンビーの材料みたいなものだったりとか、特にエポキシって言われる固めてる材料であったり、そういうものがものすごくこう、まあ、あの秘密裏ではあるんですけれども、アメリカの、ミリタリースペック、米軍のミルスペックって言われるものを材料の中に含んでいたりとか、そういうものがいろいろあったりするので、まあ、僕はまあ、世界最高技術っていう風な部分でのその技術は置いておいて、材料がまあなんかやっぱり信頼できる材料かなっていう風に思ったりするんですよ。でその材料みたいなものであったり、そういうものまで公表しているブランドさんって非常に少ないので、あのエンビも実はそこまで公表してないので、ただまあそういう風な部分でまあ調べていくとこそこそっと教えてもらえる、そういうふうなものがあったりするので、僕はまあこれを選んでるっていうふうなところです。でいろんな形であったりとかフォームであったりとか、フォルム、プロポーション、この曲がり方、いろいろあるんですよね。でこのシェイプ、例えばここの部分がこの一番こうヒルクライムとかで握りやすいこの部分とかが妙にこうエアロハケージをね細かったりとかすると、それはそれで下半持った時にこうどのぐらい硬いかとかっていうのはもう人それぞれフォームにもポジションにも寄ってくるので、まあそのあたりはちょっと一概には申し上げづらいなっていうふうに思うんですよね。なのでまあ本当に信頼できるものを選ぶっていうふうな部分では、価格はまあそれなりにするんですけど、それなりっていうかかなり高額なんですけど、まあ僕はエンビーを常にやっぱり中心に置いて、まあこれがキングピンとして5番ピンとして考えていることが非常に多いです。はい。であともう一つのご質問ですね。どなたでしたっけ。はい、藤の子さん。はい、藤の子さんお待たせしました。ヒグマさん。ヒグマさんは今の方。あ、そう。はい、藤の子さんでしょ。藤の子さん、はい、なんで最初からカットされていないのかっていうふうなところですよね。カットされているハンドルと、カットされているハンドルっていうのはいわゆるこういうふうなことです。要は普通にアルミのハンドルである、よくある、チューブ状のもの、これをなぜカットされていないこういう風な形状になっているのかっていう風なご質問です。でこれの代替品としてバーエンドが入っている、これバーエンドを入れました、ハンドルとバーエンドが入っていないハンドル、これの跳ね返りテストを今からやってみようと思います。いいですか。ノーカットですよ。いきますよ。ちゃんとピンが来てるかな。どうですか。これこっち側のハンドルは穴が開いてます。こっち側は穴が塞がってます。まず穴が開いてる方から自分の肩の高さから落としますよ。もう一回いきます。いきますよ。しつこくもう一度いきます。はい、これが穴が開いている方、指がこうズボッと入る方、わかります？これ、はい、これこんな感じです。次、開いてない方いきます。いいですか？もう一度。音が違うのわかりますよね。今のわかりやすいかな。
お分かりいただけましたか。こうやって切られているものにバーエンドの中に、空洞で何も入っていない状態のものと、はい、バーエンドの方にバーエンドだけでもこうやって入れているハンドルバーだとバーエンドの方が入れてるやつの方が強度が増すし、かつ振動吸収みたいなものもバーエンドだけでも全然違うんですよ。だからエンビーはカーボンで強度を保つためにかつ振動吸収性を良くするためにこういうふうに穴を塞いでいるっていうふうなことなんですよね。あえてカットさせるっていうふうな部分で、まあ左右の長さ違っちゃって煩わしいんですよ。正直カットさせれカットさせなければいけないのとか結構自分でもすごく気使うし、もう一発勝負じゃないですか。気使うところはもちろんあるんですけれども、強度がすごく増しますよっていうふうなことなので、こういうふうな仕様になっているっていうふうなことでした。でエンビーいろいろなところでやっぱり中心的なブランドになりやすいんですよね。でこのブランドがやっていることっていう風な部分で考えるとすごく強さだけじゃなくてそのさっきの、振動吸収テストみたいなところであったりとかそういう部分でもまあさすがにねちょっとエンビーああやって上から落とすことはできないので自分の会社のオリジナルのハンドルバーを2本用意して同じ長さです。同じ長さで実験させていただいたんですけれども、バーエンドを入れた状態でも振動吸収みたいなものが、発揮できているっていうふうなところはお分かりいただけたんじゃないかなと思います。これを考えると昔ピストでカットしたまんまで、バーエンドも入れずに走ってた時って結構肩疲れたなっていう僕印象があるんですけどバーエンドで多分ある程度解消されるんでしょうね。まあ、あともう一つ当時はハンドル幅すごい狭いのが流行ってたのでそういうところで考えるとどうやっぱそういうことだよね、ハンドル幅狭いと硬くなるのでその硬さみたいなものが自分の体に思いっきり跳ね返ってきてて、疲れやすくなってたっていうふうなことなのかなっていうふうに今は思ったりしております。はい、では次行きましょう。はい、WXS のスティールエラーをご紹介した動画の、はい、で、はい、ヒロピスタさんからご質問いただきました。こんにちは。小さいサイズでホリゾンタルなのにシルエットが崩れていないのがすごいと思いました。はい、海外メーカーの完成車だと小さいサイズはフレームとホイールのバランスが崩れているものが多いと感じます。はい、このバランス、シルエットが整っているこのバランスの違いはどこから来るのでしょうか。不思議です。まあそこを狙って僕たちもジオメトリー設計図引いてるのでそうなりやすいのかなとは思うんですけど、全てに、万能だっていうふうなことはないんですよね。スティールエラーすごくたくさん販売させていただいて、コミューターというかスポーツコミューターっていう言い方をして販売させていただいてるんですけれどもいわゆる、体が大きい方も小さい方も、700C で乗りたい、ホリゾンタルで乗りたい、やっぱり憧れ皆さんあると思うんですよ。ただ、シートポストがあんまり出ないであったりとかそのあたりをじゃあどうやって解消するべきなのかなって考えると BB、 いわゆる書きますね、この下手くそな絵ですいません、この、後輪から前輪これをこうかを見るとこう考えるとこれがまっすぐになってる状態ですよね。でここの BB の
中心線から BB までをこれ BB 下がりって言うんですよ。この BB 下がりを極端に減らしてます。いわゆる極端に減らしてるっていうのはなぜかというと、ここが、極端に減ると、シートポスト、ここシートポストが上に出しやすくなるんですよね。だからプロポーションが整いやすいんですよ。ただ一個、弱点があります。その弱点というのは、ものすごい高速でコーナーリング攻めようとするとすごく大回りしちゃうんですよね。でそれがロードバイクと違うところで、シングルスピードの位置をまあ設計になっていて、ロードバイクでもまあ組めますよぐらいな感じで僕たちは作っています。なのでロードバイクをメインに考えるのであれば、もう一回よく熟考されてからオーダーしてくださいっていうふうなことは常々申し上げているんですけれども、シングルスピードってせいぜいまあ出ても30キロまでで、ものすごく高速でコーナリングするってなかなかないと思うんですよ。でそういうふうな使い方をされる際は、ものすごくこう大回りしないと曲がれないから、スポーツコミューターとして、まあ、街乗りとして、ものすごく乗りやすいものになってるんですけれども、コーナーリング弱点で、すごいハイスピードでの、コーナーリングみたいなものはちょっと気をつけて乗ってくださいねっていうふうなことは常々申し上げています。でこの部分が、なんかこうこの中心線から下がりがね、普通の自転車で考えるとだいたい65ぐらいなんですよ。65ぐらいなんですけれども、今、グラベルとかになってくると70とか75ってやつも最近ありますけど、この部分すいません、ちょっと逆なんでなかなかちょっと分かりづらいんですけど、この部分が、スピードエラーに関してはアベレージで45から50で設計されています。だから15ミリ、短くなってるんですよね。15ミリ腰高って言い方するんですけど、腰高で設計されているので、たかだか15ミリでしょとか20ミリでしょって思われると思うんですけど、たかが15ミリ、されど15ミリっていう風な感じです。正直、ここに関してはあんまりたくさんスピードを出すことが苦手だっておっしゃる方は、正直あんまり考えなくてもいいところかもしれませんけれども、スポーツ性能っていう風な部分で考えると、その、スピードみたいなものが直線ではいいですけど、コーナーリングっていう風な部分ではすごく、大回りしなければいけないっていう風なところは注意してお選びいただければと思っております。はい、あとはどうですか。はい、お次はどうぞ、はい、ターリーのブリッジクラブ 700C のブリッジクラブをご紹介した動画に、はい、いただいたご質問です、はい、近松さん、はい、ありがとうございます。チューブレスレディー化の件については、動画でのお話を伺った状況では、ユーザーやショップの経験談を募って発信力ある方に公表していただくことくらいしか方法がないように思います。僕の場合29×2.5 の ET タイヤとベロシティのブランド SS の組み合わせでチューブレスレディで使用しています、はい、初夏のある日サンバーで約30分アスファルト路面を走って信号待ちのため徐行後ブレーキした時に前輪が爆発しました、はい、ET タイヤに適正空気圧の記入がないということもありますが、明らかに自身の無知、空気の入れすぎが原因でした、購入したショップに報告させてもらったところ丁寧な対応をしていただき、幸いリムの破損もなく復旧後も変わらず使用しております。現状ベロシティブラント SS とトゥーナイナー ET タイヤの組み合わせでは真夏の気温下最高 2.5 バーで問題なく使用できております、はい、ちなみに176cm 64kg 尺体は空手モンキー M サイズです。はい、はい、いや良かったです。なんかリカバリーできて良かったですねそう、カスタムホイールでもうホイールを組まれてる方なので、そういう風な部分では
こういうふうなユーザーレビューとっても大切で、マッチングが取れていて 2.5 だと安定感があってしっかり乗れますよっていうふうな一つ の素晴らしいユーザーレビュー、これで一つ皆さんゲットできたと思います。ただこれは僕が思うに、そうですね、タイヤを作っている会社さんが例えばこのホイールとよく合わせるユーザーさん多いだろうなであったり、こういうふうなホイールで組まれる場合はこういうふうな、タイヤ使うとベストマッチですよとかっていうふうなことをちゃんと発信するのはやっぱり作ってる人の責務なんじゃないかなって僕は思ったりするんですよね。なのでできるだけ本当にこれってユーザーレビューっていう名前の人柱だと思うんですよ。で、やってみたい、やって、一番最初にやってくださった方がいるから皆さんそれの恩恵を受けられるわけなので、もう完全にもうこの方のリスペクトはもう僕の中で素晴らしいと思っております。ただそういう方のリスペクトに、頼らずにメーカー側での発信をもう少し強くやっていただきたいなっていうふうにも思いますし、まあ、僕らは、作ってもいるのでそういうふうな部分ではしっかり発信していこうと思っております。はい、お次の質問です。はい、お次どうぞ。はい、はい、セレーラーに、ご紹介した人がいただきました。はい、岩本さんからいただきます。この辺にカード出てますのでご覧ください。はい、センターブルブレーキで組んだやつですね。はい、はい、魅力的な配信をいつも楽しみにしています。ありがとうございます。センタープルブレーキの造形が素敵ですね。センタープルブレーキの調整のポイントやパンチや他のブレーキと比べた場合のメリットデメリットが知りたいです。なるほど。調整に関しては皆さんどういうふうな形でやられているかっていうところだったり、工具どのぐらい持ってるかっていうふうなところにもいろいろよるんですけれども、やっていればだんだん慣れてくるのかなと思ったりしております。で僕はたくさん組みますけど、たくさん組んだ中でそのブレーキの強度みたいなものが一個重要なポイントかなと思ってるんですよ。でその重要なポイントの中でアームの長さであったりとか、そのアームの長さが、長いもの と、硬いもの、やっぱり全然違うんですよね。そういう部分がすごくあるので、あとまあパッドの形状であったりとかそういうものもいろいろあるので、全部こうすれば間違いないよっていうふうなことは申し上げづらいんですけど、まずはそうですね、センタープルの場合とかカンチブレーキの場合っていうのは、一番最初にこのなんていうんだろうこのブリッジしているワイヤー、このブリッジしているワイヤーを一発まず決めてください。でその後に、千鳥って言うんですけど、その千鳥が純正で使っているものとかだとちょっと弱いんですよね。まあ僕はその弱いのを、あえて使っている方たちもいるので、言ったらカチッと効かずに、緩く減速できれば、それでいいっていう風な人もいるので、あんま一概にもそれも言いづらい。本当に悩ましい質問なんですけど、一つ一つ、カチッと聞かせたいっていうふうなことを考えるのであれば、削り出しの材料を使ったゴールだったりとか、そういうふうな特にアメリカの材料硬いので、このポールの、カンチブレーキ僕もすごい大好きなんですよ。で自分でも未だに使ってますし、その材を使ってお作りいただいているものだと、すごくパチッと決まるんですよね。でそのパチッと決まっている部分で、調整っていう風な部分では最後にこのセンターの部分を調整するっていう風なところなんですけれども、そのセンターに来るまでにどういう風なルーティーンを描くか、
ハンドルからどういうふうな形でルーティンを描くか、ワイヤーのルーティンのことですね、ワイヤールーティンをどう描くかっていうふうなところがすごく重要だったりします。もう短くしすぎないっていうのが一つ重要なことかなと思ったりもしますので、そのあたりを、そうですね、考えて、やってみていただくといいかなと思ったりします。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。というわけで、まあ、今回は、こういうふうな形で、Q&A 終わろうと思います。はい、また何かありましたら、動画の中に、Q&A 残していただければ、こういった形でまとめてご紹介させていただこうと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。長くなりましたね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。